北陸を中心に雨の範囲が広がっています。特に地盤が緩んでいる箇所、そして急な山の斜面であったり、崖には決して近づかないようにしてください。ではここまでは北陸のお天気確認していきました。続いて最新の気象解説のお時間です。今日から明日のお天気、予報センターの内藤さんに伺っていきます。内藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在日本海側を中心に、失礼しましたごめんなさい、はい、日本海側を中心に雨のご報告いただいています。はい、今後夕方以降になりますと北陸では雪となって降ってくるところもあるということですね。ですね、北陸で沿岸平野で雪になるのは夜遅くなってからという感じですね、うん、ただ内陸や少し標高の高いところでは、はい、夕方以降雪になるところも出てきそうです。はい、はい、現在の10分天気見てみましょう。はい、この時間もですね、北陸は沿岸平野エリアはほぼ雨となっています。はい。